口にサンデッキ相模大野が完成し、4月16日から全面利用できるようになりました。このサンデッキ相模大野は歩くことが楽しめる街を目指して、歩行者が安全快適に通行できるように作られました。デッキの上は人、下は自動車と立体的に分けられていますが、お年寄りや身体障害者の方も利用しやすいようにエスカレーターも設置されています。このデッキは3つの大きな屋根、センタープラザ、ウェルカムプラザ、イベントプラザが特徴です。今日は完成記念イベントも開催されました。池や滝がみずみずしいオアシスの雰囲気を作り出しています。夜ともなると1000以上もの照明がつき、ロマンチックな光のファンタジーを見せてくれます。そしてフットライトが歩きやすいように足元を照らします。ライトアップされた中央のトップライトはフランスのルーブル美術館みたい。相模大野の新しい顔をよろしく。昭和49年、市政施行20周年を記念して第1回市民桜祭りが開催されました。第1回のテーマは35万人のふるさと作りでした。昭和59年には第10回市民若葉祭りが行われました。昨年は記念すべき第20回市民桜祭り、いろいろな行事やイベントが繰り広げられました。そして4月9日10日の両日、今年は市政施行40周年を迎え、56万人のふるさと作りをテーマに桜吹雪の真ん中開催されました。10日の本番をあさってに控え、中央幼稚園では5歳児の園児149名の初めての合同演習が行われました。いよいよ本番30分前。みんな頑張ってね。また迷子が大変多くなっておりますので、小さなお終わった今の気持ちは？僕頑張ったと思います。嬉しかったです。嬉しかったです。もう一度やりたいと思います。嬉しかったです。今回の市民パレードは21団体総勢1500人の参加でした。Yeah!
相模原市とユーモアとパロディ精神で建国している銀河連邦からは野城、三陸、臼田、内之浦の共和国が参加をし、特産品を展示販売する銀河連邦物産展。新鮮な海産物などが買い物客の目を引きました。相模原青年会議所が主管させていただいて、行っているものでございます。ミス相模原の発表と引き継ぎ式も行われました。4年後の平成10年に開催される神奈川夢国体の PR コーナーもありました。フランスで人気のビーダム風に楽しむスポーツペタンクの体験コーナーもありました。相模原市老人クラブ連合会の皆さんがルールや基本技術を親切に教えてくださいました。ペタンクをされてみていかがでしたか？いや、なかなかうまくいかないです。寄せるところが難しいです。初めてね、出てくれって言われてきたんだけど面白い。子供たちにいつも人気のちびっこ広場。子供たちが遊びながら手作りの楽しさや自ら参加する喜びを体験する広場です。こちらはあなたが主役コーナーです。みんなが並んでいるのは巨大迷路です。子どもたちが大喜びのこの巨大迷路、実は相模原青年会議所の会員の方が前日の8日に作ったものなんです。もうちょい上だ。ちょっと待って。あ、じゃあこれ4メーターにする？いや、まだ分かんないですね、見てみると。完成までに7時間もかかったこの巨大迷路を作られた理由を本田さんにお伺いしました。私ども青年会議所は第1回より市民祭りに参加しております。その中で第1回より市民に参加できるものを提供しておりまして、本年は絵画の展示を合わせまして巨大迷路を設置しました。その巨大迷路の中に市民祭り第1回より20回のポスターと、今年は市政40周年となりますので、相模原の40年間の歩みなどを掲載して子どもたちあるいは市民にアピールしたいと思っております。本部よりお知らせをいたします。この行列はメダカのプレゼントです。シンガポールの花ランを無料配布いたします。皆さん大切に育ててくださいね。体の不自由な方やグループが音楽に合わせて歌い、市民と触れ合いの輪を広げるフェスティバルも行われました。
前日8日福祉バザーの準備が行われました。福祉バザーについて花井さんにお話を伺いました。福祉バザーに参加している人たちは市内のですね、障害者が携わる地域産業所だとか福祉団体が、参加しております。で、品物は市民の全所帯の方に呼びかけて拠出いただいたり、自分たちが産業所で作っている自主製品を販売していると。で、その利益はですね、市内の全障害者に還元するということでボランティア活動として取り組んでおります。いつでも買うことができるんですか？自主製品はですね、アジサイ会館のロービーのデンデンというその地域産業所連絡協議会でやっております売店がありますので、ぜひ市民の皆さんにそこでお買い上げ願えば大変嬉しく思います。そして当日、福祉バザーの会場はオープン前から長い行列ができるほどの人気でした。一方、模擬店も大忙し。桜祭りにいらっしゃった方々に伺いました。綺麗で楽しいですね。やっぱ祭り言うとね、雰囲気が。八王子なんですけど、実家がこっちなもので、すごいですね、人がいっぱいで桜綺麗ですから、今年良かったですよね、雨降んなくて。すごい楽しみにしてたんで。毎年来てるから、はい、今年はなんか変わって思考があったみたいで良かったんじゃないですか。みさんが保護されています。第21回市民桜祭り、市役所前広場を中心に全長およそ1キロ、200本の満開の桜のもと、38万5千人の人出でにぎわいました。また来年お会いしましょうね。公園では今月の29日までクレマチスフェアを開催しています。昨年から植えられた192種類6500株のクレマチスが色鮮やかな花を楽しませてくれます。開催中にはクレマチスの即売や多彩なイベントも行われます。お友達やご家族連れでぜひお越しください。